未来のハウス TV をご覧の皆さん、こんにちは。3月からアルバイトスタッフになりました田村です。突然ですが皆さん、音楽は耳が聞こえないと楽しめないと思っていませんか？ちょっとした工夫と表現する楽しさが分かれば、音楽はもっと楽しめることができると思います。そんな楽しさに気づいてもらえるミュージックイベントをここミライルハウスで開催することになりましたので、告知させていただきます。どのようなイベントかといいますと、手話歌ユニットトリップルさんと音遊びユニットサンデーラブさんが音を感じ表現を楽しもうというコラボイベントです。日程は2022年4月10日日曜日13時半から15時、場所はミライルハウスで行います。このイベントは手話歌の活動をされているユニットのトリップルさんと音遊びユニットのサンデーラブさんをミライルハウスにお招きし、小さい子供から大人まで障害があってもなくても楽しめるミュージックイベントになっています。手話歌ユニットとして活動されているトリップルさんは、手話がわからない人にも情景や感情が伝わるパフォーマンスをされていたり、お二人ともママさんで、親子のコミュニケーションツールとして手話歌を楽しめるような活動なんかもされています。過去にもミライルハウスでイベントも開いていただいたりしています。されている音楽家2人のユニットです。音遊びということで、サンデーラボ日曜日の音を作る研究所と称して YouTube で子どもたちがワクワクするような音楽コンテンツを配信されています。この2つのユニットのコラボイベントということで、双方のいいところが存分に楽しめるイベントとなっております。イベントでは目でメッセージを読み取るコミュニケーションゲームや、身近なものを楽器にして音を出して遊ぶ体験、またトリップルさんとサンデーラブさんの夢を叶えてドランポンや虹、パプリカといった曲の演奏もあります。ちなみにパプリカはご参加の皆さんも手話を一緒に練習し、手話歌にチャレンジしていただきます。詳しくは概要欄 URL をご覧いただきお申し込みください。参加無料で、お子様にも楽しんでいただきたいので、ぜひ皆様のご参加お待ちしております。